Hi, I'm ドラミ先生。Nice to meet you. 一週間ちょっとお分けありで、Wi-Fi 弱いところに行っていたので、つながりませんでした。言い訳はそこまでで。今日はネイサン・チェンの4回転の動画を、前編、中編、後編、最後の部分と、あともう一つ、これね、英検2級の時にちょうどやる。でも2級じゃなくてもっと早く、というか頭に入れといた方がいい、覚えておきたい接頭語と接尾語なんだけれども、接頭語を今日ちょっと完璧にしとこうと思ってます。最後の方につけますね。 CO とかね、あのこうをつけると単語が協力とかね、みんなこうだんだん意味があるし、1級より2級と準1級1級になったら、もうどんどん知らない単語や新しく出てくる単語、それに英検ももう過去問だけじゃなくなってきてますから、なくなってきます、準1級より上は。だからどんどん新しい言葉に対処していかなくちゃいけないので、単語は接頭語とか接尾語で、だいたいどの単語かどういう意味かは分かるようになっておいた方がいいと思うので、ちょっと終わりにそういう動画をつけますね。はい、楽しんで頑張りましょう。はい。This is a sport that has all these wonderful technical elements, but they're performed to music. They're done as an entire composition. So it really is artistry on ice with athletic feats within. Really, it's like a moment of zen when I'm doing my program. There's a hush in my body. I don't hear anything. I don't really, you know, feel much. Occasionally, I'll just notice certain, you know, colors or smells. I just let myself kind of go on auto drive. If I do make a mistake in my program, I can really quickly calculate how much energy that I have to redo a certain element. For instance, if I fall on a quad lutz,Do I have the energy to do another quad lutz later in the program? Do I have an energy to replace that with a toe? Do I have the energy to, you know, just let all of that go and do a triple lutz instead? Yes, you heard the right change practically, keeping track on his point during his entire routine, attempt a jump in the second half of a program.An extra 10%. It does not hurt that he just got a perfect score on his math search. この it does not hurt that. 何も問題ありませんねという言い方はよく使います。It's all very complicated, but bottom line is that the judging system has gone so far into mathletics and adding up all of the elements that you're doing that the art of figure skating is lost. But,If Nathan Chen does 5 or 6 quads, blows the roof off the arena in Pyeongchang, who knows what can happen. はい、まず2級や準2級向け、occasionally 時たま、replace これ置き換えるね、replace すごくよく使いますね。composition 構成や作曲、calculate 計算する、feat 成し遂げる。Complicate 複雑な、はい、これ全部よく、ね、出てくる単語なので必ず覚えましょう。次は1級や準1級向けなんですけれども、これは blow the roof off、 roof っていうのが屋根なので、まあ屋根を吹き飛ぶ、台風で屋根を吹き飛ぶなんていう時も使うんですけれども、怒らせるとか感動させるなんていう比喩でもよく使います。あとボタムライン、これね最近よく英作文出てきますね。最下層って意味もあるんですけれども、ボトムラインっていうとこう収支計算、はい、こう会社なんかでね、収支の計算、あと最終結果っていう意味なんかもあります。そしてハッシュはハッシュポテトって言って、こうね、マクドナルドで米国では出るんですけれども、細かく刻んだじゃがいもの料理みたいに、こう薄切りにするとか細かいっていう意味もあるんですけれども、静かにさせるとか揉み消すって意味もあるし、最近はコンピューター用語でこうなんかね、データの置き換えとかなんか難しい意味もありますので、コンピューター用語の場合はハッシュってそのままでいいと思います。
ネイサン・チェンは多分これ8種そういう意味で使っていると思います。これおまけが一番重要だと思うんですけれども、覚えておきたい接頭辞、接尾辞、あの接頭辞ってこう頭につく英語の単語の意味と役割なんですけれども、次回接尾辞やりますね。これ後でね、すごくああこれ役に立つなって分かってくれると思いますので、ここの部分は永久保存でお願いします。まず接頭辞、こ、CO、 これ CON、 COM、 これも同じですね。こ、コム、コン、これは共に、一緒にっていう意味になります。カンパニーなんかもそうでしょ、会社一人じゃできないからカンパニー、あと仲間って意味ありますよね、カンパニーには。そしてここに書かれているようにコーポレーション、ね、お互いにあの共に協力する、 Thank you for your cooperation とかよく使いますね、コーポレーション。あとコンテイン、コンテインはこう何かものを含む、コンテナーっていうとこう大きなあの駐在員の方が引っ越しするときに使うようなコンテナーって、こう船に入れる物入れなんですけれども、コンテイン、何かこういろいろなものを入れる、そういう意味になります。次、 DE です。 D、 これは離れてっていう意味になります。ディパートなんかがそうです、出発する、ディパート、離れて出発するっていう意味になります。次、 This、 これなんか日本語でディスるとかよく言うのはちょっとあんまり意味わかんないんだけど、これに近いかな。ディスライク、ね、これ反対とか打ち消し、アンチのアンも、うん、後で出てきますけど、反対とか打ち消しね、ディスライク、これは何々を嫌うって意味になります。ライクだったら好きですからね。次、エン、これ EN、 これは動詞になります。エンデンジャー、デンジャーにエンがつくと危険にさらす、危ないことをするっていう動詞になります。エンジョイ、ね、ジョイ、楽しみにエンがつくと楽しむになります。エンジョイ。次、EX、発音的には X ですね。X、E は発音しない。X、エクスペクト、エクスペクト、これ予想っていうか期待する、こうよ、ね、予想以上に期待することをエクスペクトとか言いますし、エキシビションとか言いますよね。エキシビション、エキシビションはこうフィギュアスケートでこう正式な演技が終わった後に上位入賞者がアイスショーみたいなのエキシビションっていうし、展覧会なんかもね、エキシビション、こうプラスアルファの楽しみごと、外に向かってっていう意味で EX、 こう外にとかプラスアルファとか、そういう意味になります。次、フォア、フォア、これはフォアキャストっていうと、こう天気予報の予報するっていうのになりますけれども、先に、前もってっていう意味になります。フォワードとか言いますね。フォワード、あのポジションなんかで前の方、バレーボールとかね、ポジションと、あのバスケットボールのポジションでフォワード、前に、先に、そういうのをフォワード言います。次は、イル、イム、イン、イヤね、EL と IL と IM と IN と IR、 これはないっていうか、これも否定なんですよね。 This とかと一緒で否定、逆だから、 Legal っていうと法的に、合法的なことになるけれども、 Illegal って言ったら非合法になります。法律違反です、 Illegal。 そういうのが EL、 IM、 IM、 IL、 IN、 Immoral とかね、モラルがないとかね、よく使います。次、 Miss、これは私はよくやるやつで、ミスは間違えてです。ミスアンダースタンドって言ったら、こう、間違えてこう理解する、誤解すること。ミスアンダースタンドです。ミス。ミステイクもそうですね。過ちをすることです。次、オーバー。オーバー。これは前置詞のところでやったと思いますけど、オンっていうのは、こう上に乗ってるでも、一部分が触れてるんですよね。オンザウォールみたいに一部分が触れてる。オーバーは触れずに、虹を越えてとか、屋根を越えてとか、オーバーフェンスってこう、フェンスを越えて上に行くこと、こう描いていくイメージですね。で、オーバーカムっていうのをよく使うけれども、克服する、その上を行くっていうことです。次、プレ、プレ。これも、はい、前もって、フォワードと似てて、プレって言ったらこう前もってですね、プレゲームショーって言ったら試合の前のショータイムだし、プレミールって言ったらこう、食事の前にこう出るものだし、プリザーブ、プリザーブは保存するです。これ大事ですよね。前もってサーブする、ね、保存する、プリザベーションホールとかよく出ますね。次、リ、リ、これ RE、 これははい、すごく、うん、分かってると思うけど、頭に入れておくと、ね、リターンとかね、リコンシダー、リコンシダー、コンシダーだと考えるだけども、リだと再検討する、
レビルトだとこうね、再興、ビルトでこう、日本語だとリフォームって家の建て直しのことを言いますけど、リフォームはちょっとあれは日本語ですね。考え直す、フォームを考え直すになるから、リビルトの方を使います。リビルト、建て直すですね。次、サブ。サブ。これサブっていうのは、下の方につく人とか、副次的な、こう、アシスタントみたいな、そういう意味で、サブスタンスだと物質、ね、サブスタンス、ね、サブ、アシスタントとか、はい、サブスタンスっていうと物質、ね、この本流のここにつくみたいな、本当にこう一番、うん、下につくみたいなサブスタンスで。次、トランス。これ向こうへ行くっていう意味、ニュアンスですね。向こうへ。トランスポートとかよく使うと思います。トランスポート、ね、輸送する、輸送手段のこと、トランスポートとか言いますね。トランスジェンダーもそうですよね。次、アン。これは、うん、アンチとかと同じ意味で、うん、ライクリーなんかも、ライクリーだとこうありえそうだけど、アンライクリーだとありえそうにないっていう反対の意味になりますね。アンがつくと。次、ユニ。これはただ一つの、ユニフォーム。こう一つだけ。まあユニフォームいく種類もあるところあると思うんですけど、とにかく一つにこう生徒たち の洋服を揃えることがもともとユニフォームですから、ね、単一のユニクロって言いますよね。ユニクロってお店なんかも一つのっていうことだし、ユニサイクルって言ったらこう一輪車のこと。これユニに対してバイだと二つなんですよね。バイス。だからバイスクールって二つの車輪があるのをバイスク。ユニ、バイ。うん、すごく本当たくさんあるんですけれども、まあ今日主なものはこれこういう感じなので、これはもうざっとでいいから必ず頭に入れておいてください。はい、じゃあ今日のレッスンはこんな感じで終わらせてもらいます。 Thank you for your listening. Bye now.